どうも皆さん、朝霧海斗です。今回の動画はですね、私のベゼルにサイドプロテクションモールを取り付けていきたいと思います。このカスタムをすることによってね、高級感とボディのボリュームアップを図るとともに、外見をねよりスタイリッシュに印象付けることができるので、そうですね、ハイブリッド Z などのね、上級グレードにおすすめできるカスタムになります。純正オプションのねエクステリアパッケージ A などと組み合わせるとより上質になりそうなパーツですね。マジかよ。パーツとしては結構大きくて、はい、うん、まあ程よい重さがある感じですかね。手前のこちらの2パーツが助手席側に取り付けるパーツで、こちらが後部の、ドアに取り付けるパーツで、でこちらが、前のねドアに取り付けるパーツで、こっちの2つが、運転席側に取り付けるパーツで、このパーツが、先ほどと同じように、後ろのねドアのパーツで、こちらが、前のドアのパーツになってます。それでは早速こちらのねプロテクションモールをベゼルに取り付けていきたいと思います。モールを取り付ける位置ですが、ドアには2つのですねプレスラインがあります。上と下ですね。その下ですね、下の部分に、取り付けるパーツとなっております。はい、OK。 そして後ろも、はい、このようにつながってますね。はい、前側が長くて後ろ側が短いパーツをね、取り付けていきます。はい、反対側もね、先ほどと同じようにプレスラインが2つ、はい、上と下にありますよね。そこの下の部分ですね、はい、ここのプレスラインに取り付けるパーツと、なっております。いかがでしょうか。サイドモール自体はですね、実はウィンドモールと同じようにポピュラーなカスタムの一つで、 SUV をはじめねセダンや軽自動車のカスタムグレードなんかにもねオプションなどで選択することができます。しかしベゼルは、オプションの項目にこちらありません。ハリアーなどのね都市型 SUV としてのカテゴリーにベゼルも存在しているわけなので、ぜひこのパーツね純正で欲しかったパーツの一つだと思いますが、車外パーツでねこうしてありますので、物足りなさや上質感をねカスタムして少しでも埋めていきましょう。いやね、でかいパーツだけあってね、取り付け前よりもだいぶ印象が変わりましたよね。すごく綺麗で上質感出てますね。やってよかった。はい、そんな感じでね、ベゼルにサイドプロテクションモールを取り付けてみたでした。僕の動画がね、少しでもいいと感じてくれた方は、グッドとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。カイトでした。またね。